いつもためになる動画配信ありがとうございます。30歳女ですと。彼がスキゾイドパーソナリティ紹介です。診断されたわけではなく自分で調べてそう思っている,いるとのことで、えー、原因はお母さんが統合失調症でネグレクトだったからと言ってましたと。スキゾイドの患者が感じる相手を飲み込んでしまうような恐怖や、相手に飲み込まれてしまうような恐怖というのはどういった感覚なのかピンときません。具体例などあれば教えてくださいと。 ということですねうーんスキゾイドの患者が感じる不安や恐怖はどういうものかどういうものか。スキゾイドの人が感じる。うん。なんとも難しい質問ですね。スキゾイドパーソナリティ障害っていうのは、あの他人に関心がないタイプの あのパーソナリティ障害ということなんですよね？ちょっと僕の勉強不足だったらあれですけど、そういう人たちが他人を飲み込むことのような恐怖感がベースにあるっていうのは、なんかあんまりうん。なんか一般的じゃないんじゃないかなって気はしますね。どちらかと感情がす乏しいとか、そういう体質だみたいな形ですよね。で、どちらかというとなんかこうわかんないですけど。 なんか飲み込まれてしまうんじゃないかとか飲み逆に自分が飲み込んでしまうんじゃないかっていうのはその母子関係におけるなんかすごくそのだから分かんないですけどやっぱお母さんが統合失調症で幻覚妄想状態になった時の恐怖感とか 頼りなさとかがすごくこうトラウマになってるんじゃないかなっていう気はしますね。うん。一般論としてね。それがなんかすごくこう、彼が飲み込まれてしまったような経験があるんじゃないかなと思うんですよね。うん。それはどういうことですか具体的にどういうものですかあなたにわかあな,あなたっていうかね、私にわかるように説明してくださいっていうと。うーん まあ、本当に普通に自分が子供の時にお母さんとかお父さんが絶対的だと思った時とかお母さんに抱っこされた時の喜びとか安心感を、まあ、真逆にぐるっとひっくり返す感じですよね。これをきっと <laughs> あの。なんか恐ろしいんだよね。うん。子供の時に例えば生ハゲみたいなのって怖いわけじゃないですか。鬼が来たとかって。でも似てるんだよね。その お母さんの幻覚も、だから統合失調症の人が持つ幻覚妄想ってまさにそういうものなんですよ、鬼が来るんじゃないかとか、誰かに見張られてるんじゃないかとか、そういうすごい恐怖感を感じていて、それの結果、入院とかになっちゃうんだけれど、それを間近に見ている子供もそれがお母さんに起きていることは自分にのことのように感じられて、その妄想の世界に取り込まれちゃうというか。で 妄想が持っているからこその防御力っていうのもあるんですよね。病的なものが持ってるからの防御力っていうのがあるんだけれど、それが健康的な子供であった時に、その防御がないからこそ感じるダイレクトな恐怖感ということですね。その恐怖感が大人になってもなお続いているという感じなんですよ。そして、自分が母親にされたように、自分も誰かにしてしまうんじゃないかっていう恐怖感があるということですね。 どう言ったらわかりますかって言ったら、まあそういう患者さんとかを横で見てたりすると結構わかるんですけど、まあ見てないとわかりにくいですよね。だからテレビとか怖い映画の中に一人閉じ込められちゃった。子供の時に閉じ込められちゃったような感じですよね。うん。うん、まあそんな感じです。はい。